はい、どうも、生きてますゆえママです。今日はくら寿司さんにやってきました。早速お茶をこぼしてしまいました。申し訳ありません。ん？何をそわそわしているのかな。これです。わさびを待ってました。わさびを乗せて、醤油は少なめに。それではいただきます。これは確か2倍中トロ、私が大好きなネタです。マグロは赤身も大トロも好きだけど、やっぱり中トロが一番好きです。例に流れてた中トロなので、ちょっとご飯は乾いてたけど、マグロの美味しさは変わらなかったです。お次は2倍生サーモンです。すごいネタが大きいですね。うん、これは美味しいし、すっごい大きいから食べ応えありますね。お次は貝が3種類入ったお皿なんですけど、何だったかな。パッと見赤貝しかわからないですね。最初に食べたこの貝はコリコリして、すごい全然癖のない味がして美味しかったです。メニュー表ありました。赤にし貝、鳥貝、赤貝でした。これが赤貝ですね。食べ慣れてるからやっぱり美味しいよね。結局赤貝以外はどっちがどっちか分かんなかったんだけど、最後に食べたこの貝は他の貝と違って、食感がコリコリというよりはプニプニっていう感覚で、ちょっと不思議な感じでした。でも美味しかったです。残しておいたサーモンとマグロも食べましたよ。そしてお皿がたまったら豆乳袋へゴー。さてどうかな。当たり、マジですか。こんなこともあるんですね。一人で来てビックラポンをやって当たったことってありませんでした。びっくりです。ほら、かわいいのが当たったよ。やったね、どうもありがとう。お次はエビ天手巻き。エビ天が2本入ってるのかな。これ初めて食べます。あ、ここエビ天がはみ出してます。海苔がパリパリで美味しい。ご飯が少なめだからエビ天の美味しさがよくわかります。塩をつけて食べたり、甘だれをかけて食べたりもしました。とっても美味しかったです。流れてきた味付けイクラをゲット。醤油をかけていただきます。あー、イクラがこぼれる。はい、いただきます。イクラは相変わらず美味しいですね。ガリも食べるぞ。キュウリの乗ってるイクラってなんかイクラが少ないけど、でもキュウリを乗せることによってさっぱり食べられるから、結局プラマイゼロなんだよね。さっきのエビ天が美味しかったからイカ天も頼んでみたよ。このイカ天とっても柔らかい、ふわふわしてる、すっごい美味しいです。お塩でも食べてみよう。高血圧で薬飲んでるので、なるべく少なめにつけてみたんだけどね。甘だれでも食べてみよう。やっぱり甘だれかな。衣がサクサクで本当に美味しかった。くら寿司の甘だれって甘さ控えめなんですね。体に良さそうですね。
このイカ天は本当に美味しくてリピートしそうな商品です。今日はこれが最後の一口になります。それではいただきます。本日も美味しくいただきました。くら寿司さんありがとうございました。それではごちそうさまでした。バイバイ。